鈴木啓太です。浦和レッズでサッカーをやっています。このお店を知ったきっかけは SDA というスーパーダディアソシエーションという、まあ、父親の集まりがありまして、このお店で第2回の SDA のパーティーをやらせていただいて、その時にここの料理を初めて食べました。こんばんは。どうも、久しぶりです。よろしくお願いします。はい。高校生ぐらいの時に初めてビームスさんで買い物をさせてもらったのが、まあ、出会いみたいなものですけど、なんかまあ仕事っていうよりもなんかプライベートでっていう感じですね。そのスーパーダディアソシエーションの方にもビームスの方に入会していただいてるというか最近は自分が今まで着てこなかった洋服を、まあ、チャレンジしようというか、しっかりしたシャツみたいなのですよね。美味しいです。いつ食べに来ても新しい発見をさせてくれるというか、あ、これどんな味なんだろうとか、そういう楽しみがあって、今日も初めて食べたものばかりだったので、いつものように美味しいものを出していただいてるなっていうふうに思いました。まあ、最近こう、まあ、家族の大切さっていうものを改めて再認識していて、家族の時間をまあ大切にするっていうところは今年の自分の中での、まあ、仕事と同じぐらい大切にしている、まあ、目標ですね。